1日からって新聞に載っとったもんね、うん、その時あらーよかねーと思った。嬉しいです。あーよかったよかった、ね、ピアノ教室してましたんで生徒さんに、まあ、教えるときに使ってます。それで皆さん使っていただければ、うん、はい、あのピアノも喜ぶでしょうし、私のうちの姉も喜ぶでしょうから。消えた。もう喋ったから消えちゃったよ。